どうも、こんばんは、エヌムです。今回は、東京グールあるいコールトゥイグジスト、鈴谷十三を使って、こちらのキャラクターの魅力解説の方、やっていきたいと思います。じゃあやっていきましょう。まずは通常攻撃から、サソリで3段階切った後に複数本を放射線状に広がるように投げます。雑魚敵とかに囲まれることかなり多いと思うんですけど、これをですね、ちょっと離れた位置から投げてやると、かなり多くの敵に当たるので、有効活用してみてください。追撃ちょっと細かく入れていきます。はい。で、次、ユニークアクションですね。ユニークアクションは、はい、はいと、ジェイソンを4段階振り回します。ジェイソンね、かなり大きなクイーン系ですので、また、囲まれた時に、ガン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 使って敵をバッタバッタなぎ倒しながら、使ってみてください。かなり気持ちよく効率よく進めると思います。でユニークアクション2ですね。ユニークアクション2はですね、サソリを出してる時とジェイソンを出してる時で違ってきますので、じゃあちょっとまずはサソリを、あ、ジェイソンで行こうか。ジェイソンを出してる時は、はい、叩きつけですね。敵のもうね、叩きつけると本当に遠くまで吹っ飛んじゃうんですよ。で、HP ゲージを持ってる中ボスチックのやつが出てくると思うんですけど、そういった敵にはですね、サソリを持ってる、サソリを出した状態での、ユニークアクション2が有効になってきます。ちょっとあいつで試してみようか。サソリを出した状態で、はい、のしかかりですね。のしかかりでかなり長い間切ることができる。ちょっと溶けちゃったな。あいつがちょっと回復したら試してみようか。はいはいはい。でね、このかなり、向こうの方に飛んでいくんで、当たんないことがね、なかなかあるんですけど、当てると強力。ずーっとできる。で、しばらく切った後に溶けるんですけど、最後は追撃を入れてやりましょう。相手が起き上がっちゃうと追撃はできなくなっちゃうんで、のしかかりの後は必ず追撃を入れるようにしましょう。そっちの方が効率がいいです。もう効率中なんでね。はい。で、次必殺技使っていきますか。必殺技、まずはサソリを出した状態。全方向にサソリを投げて投げて投げて、最後さらに広い方向に、サソリを投げます。次ジェイソンを出している状態の必殺技は、はい、前に1回転しながら切って、最後360度広い方向にジェイソンを振り回します。こちらもかなり強いですね。ただですね、ボス戦ではちょっと あまり使えないかなという印象ですね。使うならサソリの必殺技。ですね、ジェイソンを使うときはですね、必殺技のときも、普通にユニークアクションのときも、どちらも動くんですよね、重蔵がアクティブに。なんで、敵からね、ちょっと外れてしまうことが多いんです。うん、敵に囲まれてるときは、敵の攻撃をかわしながらバッタバッタと切れるんですけど、ちょっとね、一つのターゲットを狙うときには、ちょっと使いにくいかなっていう印象ですね。はいはいはい。で、こういった HP ゲージを持ってる中ボスには、のしかかってガンガン切っていく。で、のしかかってる間は、味方も切り放題なんで、かなり強い。で、終わったら必ず追撃を入れる。これ、かなり効率がいいです。ほんで、次に行くと。はい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 。はい。で、射撃見せておこうか。射撃はですね、はい。サソリを複数本投げて、広い範囲投げるんですけど、この、1、2、3、かなり早いペースで投げるんですよね。他のキャラクターとかだと1回目の射撃、2回目の射撃のインターバルがですね、長かったりするんですけど、重蔵はかなり早いですね。はい、原作に忠実というか、設定に、忠実というか、はい、この射撃も挟みつつサソリで切って、こういった囲まれた時にはジェイソンの叩きつけかなり有効ということで、ちょっとエイトが出てくるまで、じゃあ、言った攻撃使いながらバッタバッタ倒していきますか。はい、敵はチリチリになってるな。はいはい、かなりね、気持ちいいですよこれは。はい、ほいほいほい、よいしょ、いいですね。わかるかな、この敵が吹っ飛ぶ感じが。はい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 、そろそろ絵と出てきますね。回復しておこう。で、最後、覚醒を見せたいと思います。覚醒は、はい、新たジョーカー、普通に殺します。で、通常攻撃は斬撃、素早い斬撃からの、ユニークアクション1が360度の斬撃。はい、はい。で、ユニークアクション2が、叩きつけですね。OK、ちょっと回復しようか。
はい、はい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 、360キー。これね、多分ね、何をしてるか分かんないと思うんです。早すぎるのとエフェクトがすごすぎて分かってもらえたかな、みんなに。ただアラタジョーカー使ってる時はもうマジで強い本当に強い。もうね、なんていうの、画面がちょっと白黒になる感じがもうかなりかっこいいというか。はい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 、234分かるかな。かなり移動するんですよ、1歩目2歩目3歩目4歩目が、まあ、重装のこの戦場を縦横無尽に駆け回りながら敵をバッタバッタと倒していくこの気持ちよさ、はい、かなり使ってて、気分がいいキャラクターですね。まあこの移動距離とかに慣れるには、使い込んで、感覚で覚えて、いただく必要があるんですけども、ね、皆さん伝わったでしょうか。というわけで今回は、鈴谷十三東京グール RE 版ですねのキャラクターの魅力解説をやってみました。ぜひ使ってみてください。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。